嵐の宿題館始まるよ。さあ本日大きな子が集まりました。ご覧ください、美女軍団、いいね、大阪代表、うん、美女軍団、軍団、大阪代表、代表美脚大賞受賞。美女軍団ってどういう軍団なの？竹志軍団みたいな。竹志軍団じゃないでしょ。ね、でもほら美しい美しいと来てますから、今日テンション上げていきましょう。いや、上げましょう。じゃあ上げましょう。本日お客様はこちらの方です。どうぞ。飲むだけで1週間ぐらいハワイ行ったような。今夜は田丸さんもびっくりの珍しい料理をめぐってじゃんけんバトル。さらにニュートレーニングマシンや話題沸騰のエクササイズ大集合。なんだ結局こっちの路線ですか。嵐の宿題くん始まるよ。最初の宿題参りましょう。いただいたんですよ。なんでちょっとせっかくだからと思って、お魚類もいっぱいありますよね。サンマとか。そうそうそう。今回はなんと秋の食材とあれが驚きのコラボレーション。意外な組み合わせがマキシマムうまい。まずは超豪華なコラボレーションでございます。こちらです。食べ物。どうぞ。ドビムシですか。松茸のドビムシなんですが、トラフグが入ってます。へえ。トラフグと松茸のドビムシ、秋の味覚の代名詞、松茸と高級食材フグの超豪華コラボレーション。イエーイ。秋の味覚やね。なんで関西弁になったのいきなり。おお、いい香りする。松茸だけで贅沢だもんな。んそこにフグを入れるっていう。飲むだけで1週間ぐらいハワイ行ったような野菜だけ。相当言いましたね。これを見てハワイを全然イメージできない。トラフグではないからね。絶対うまいよ。絶対うまいです。どう考えてもこのコラボは最強コラボレーション。面白いね。そうです。一人で食べてても寂しいでしょうから僕らもいただきますか。残念ながらね、あと3つしかないんですよ。お最初、奥さん、最初、奥さん、いいからいいから。ちょっとなんでそんな大人ぶるんですか。大人ぶんないでください、奥さん。そうですか。ガチガチャ、最初はグー、じゃんけんぽい。あーほらね、最初はグー、じゃんけんぽい。やったー、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこしょい、あいこしょい、あいこしょい。最初はグッ、グッ、グッ、はい、こっしょ。食べようぜ、食べようぜ。これなかなか食えねえぞ、ほんとに。これは食べたかったな。ファミレスにないべ、これファミレスにないべ。ファミレスにあったらファミレスにあればドビムシは置かないね。ないですね、聞いたことないです。ジャイマさん、じゃあ、はい、すいません。カレーさ、なんか。カレーさ、どうぞ。カレーさ、カレーじゃないよ。これ乾杯するもんじゃねえだろ。全部の味きたね。全部の味きたな。今回分かんのかよ。ネギ、ネギ。お前今ネギ食ったんだよ。お前食ったのネギ。つたけちゃん、うん、お松茸。これもすげえな。あ、これ汁で味出ちゃってると思ったけど、松茸すげえ残ってる味が。そう、しっかり味ついてて美味しい。ね、あ、銀杏も最高にうめえな。うめえな。うめえだ。銀杏って臭いイメージあったけど全然臭くないな。ほら拾った時だろ。はい、続いても旬の食材。はい、何これ。サンマとフルーツの異色コンビです。えはい、いきます。え、栗か。何これ。これね、みかんだ。サンマオレンジご飯。えうお、これサンマ焼いてそれでその後炊き込んでるの。焼いたサンマを一緒にお米と一緒に炊いて、焼き上がったところにオレンジを入れてさらに蒸した一品です。これうまいと思う。いやでもなんか想像しづらいけどね。これは美味しいと思うわ。本当にオレンジって言ってもどうなんでしょうね。合うんすか。多分合うと思う。合いますか。結構僕的な発想ですよね。いやいや、そこは一緒にされたら困るだろう。それは一緒にされたら困ると思うよ。オレンジの味すごいします。あ、します。すごいしますけど、ね、合います。合う。ご飯とオレンジ合うんだ。サンマとは喧嘩しないですか。あのね、うまくこう手繋いでますよ。あ、仲良しました。
数数えてる、数数えてるんだ。どうもね、足りないらしいよ。足りない。じゃんけん。じゃんけんだ、またじゃんけんだ。一人一人落ちるな、一人か、きついな。一人最初はグー、じゃんけんぽい。オグさん、足りない。オグさん、今日弱いっすね、じゃんけん。こういう意図に負けちゃったな。俺もめんどくさいから、さっきからグーしか出してない。これちょっと羨ましいかな。これちょっと食べてみたいですよね。これちょっと食べてみたいな。本当だ。美味しい。うん。オレンジ全然するけど気にならないですね。サンマのいい意味で脂の乗ってる脂っぽい感じと、オレンジの酸味がすごい合う。それ俺に聞かせてんだよ。誰が考えるんでしょうね。オレンジとサンマいっちゃおっかみたいな。料理長でしょ。料理長。なんでそんな突き放すんですか今日は。続いてデザートです。これもね、かなりすごい組み合わせですよ。生クリームが秋の食材、あれとコラボしました。なぜ栗か。何これ、何これ、栗だ、ね、栗だ、栗。違うんですよ。違うの、何これ。ナスなの。ええ、これナスのピン。ナスのタルトタタン、本物のナスを。ここがな、この茶色いところがナスなんですけど、キャラメル風味に炒めてあるんですね。ナスって合うのかな。ナスの食感ってリンゴに近いらしくて、今はこう期間限定の、季節限定の1日30個から40個も売れる人気商品だそうです。すごい、すごい、すごい。どうぞ。本当だ、ナスだ。こうやって見たら。いただきます。どうでしょう。なんでだろう、美味しい。なんでだろう、なんでだろう、美味しい。自分が思っていたナスではなかった。絶対ちょっとないかなと思って口に入れたんですけど。甘いんですか、ナスも。甘いんですけど、うん、そんな甘すぎないんですよ。程よい甘さですか。そう、だからね、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、きっと食べやすいな。おじいちゃんおばあちゃんも食べやすい。そういうとこ限定ですけど。一つだけありました。わー、これは競争率激しいですね。激しいですね、これはね。これは一人ですか。まあ、二人に行きたいですね。二人にしようよ。仲良く分けよ。せーの、最初はグッジャンケンポイ。はい、行こうでしょ。あー、また負けた。奥田さん、一回も勝ってない。最初はグッジャンケンポイ。うぃー、グッジャンケンポイ。はい、行こうでしょ。はい、確かに。よかった、純くんのが安心するわ。おい。じゃあ、おかしいよ。食べようか。食べちゃおっか。いただきます。すげえ難しいな、これ。どう、どう。めっちゃ美味しい。だめ、それでリーダーと変わんねえじゃないか。言ってる。いや、ほとんどね、言ってる。めっちゃ美味しい。これね、リンゴって言われたらリンゴですよ。うまそう。ナスって言われなきゃナスだって気づかないと思う。これ誰が考えたんでしょうね、さつまいもとナス。まあ、誰ですかね。料理長だろ。もっと優しく。ゲストだよ。ゲストだから。料理長だろ、そんなんどうか。では、奥さん、続いての宿題お願いします。はい、田丸真希さんのイメージ宿題。昨日の夜、何してた。実際、昨日の夜何してました。昨日の夜はですね、銀座にちょっと取り置きしてたものがあったんで、それを自分で車で運転してピックアップした帰りに、東京タワーの周りを無駄に 5,6 周回ってドライブをして、でその後串揚げに行って帰りました。東京タワーの周りを 5,6 周ってのは一体なんで。なんかね、車の中の空間好きなんですよ、すっごく。一人で結構どこでも行くんですか。結構行きますよ、景色のいいレストランとか予約して。あ、一人ご飯とか行きますね。え、田村さん友達いませんか。友達でいるんですけど、なかなかみんなとスケジュール合わすと行けない日が出てくるじゃないですか、はい、だからその日を無駄にしたくないので、だとしたら一人でも全然ディズニーランドとか行っちゃいます。え、ディズニーランド。僕もディズニーランド好きでよく行きますが、はい、一人で行きませんよ普通。あのですね、私も一人で行く予定じゃなかったんですけど、行こうって言ってた子がダメになって、でもその日のために開けてたし、もったいないなと思って、クランチみたいなお菓子あるじゃないですか、あれだけを買いに行こうと思って行ったらもう止まんなくなっちゃって、で一人で行くんだけれど、ホーンテッドマンションあれ乗るときに一人だとすごいゴロゴロするんですよ。 あれさえクリアすれば何でも乗れます。そこなんだ。すげえな。最大の難関はそこなんだね。そうですね。お酒飲んだりとかってもう一人でする。お酒も全然一人で飲みますし、一人でバーとかも行くんですけど、でも結構
そうだな、オスカーだったら石川あさみちゃんはすごく仲良しで、今あのお子様生まれて忙しいから飲みに行かなくなりましたけど、吉川ひなのちゃんとかですね、あと矢沢しんちゃんとかで、なんかまあガール使いみたいなのはしてますね。いいですね。みんなすごい強いんですよ。私も自分で強いと思ってたんですけど、ひなのちゃんとか石川あさみはもう全然はるかポンって抜けて強いので。そんな強いの？オスカーのそういう人たちと飲んでみたいっていう気持ちあるじゃない。ちょっと美女軍団と飲みたいです。飲みたいでしょ。でもそれで酒が強いとなるとさ、辛いもんがあるね。あ、でも私男の子で小島くん、アンジャッシュの小島くんとか、あとあもう一人も小島だ、あのそんなの関係ねえの方の小島くんとかもダブル小島です。え、友達なんですか？飲んだりとかしたんですけど、あの二人もすぐ壊れ潰れてました。もう12時までの間に動かなくなってました。飲み仲間の方から実はメッセージをいただいて、何VTR ご覧ください。どうぞ。どうも、ふとうらのことです。田村真紀さんとはですね、まあ飲みに一緒に行かせてもらいますね。まあ、田丸さん女性ですから、まあ品悪い方ではないですけど、もうちょっと品よく飲んでいただきたいと。まあ、一番最初、まあ、ワイン頼んで、じゃあ食べ物何頼みましょうっていうので、一番最初にあの卵かけご飯っていうのやめてください。女性ですから、なんかこうシャレたものを言うはんのかなと思ったら、いきなり卵かけご飯から食べるっていう変わった飲み方をしますよね。ぜひまた、飲みに誘ってください。びっくり。卵かけご飯メニューあるかな。あるんですよ。この人ね、大好きなの卵かけご飯が。あ、そうなんですか。ネギ入れます。ネギも入れます。何でも結構あり。青ネギですか。青ネギ、芽ネギ関係は入れますね。あれめちゃめちゃうまくないですか。美味しいですね。こんなに卵かけご飯で盛り上がると思う。じゃあ続いてのメール、音楽。はい、東京都の豆男爵さんからの提出です。田村さんは昨日の夜エステとジムを何軒もはしごしていた。もうしそうなイメージはありますね。最近も行ってらっしゃるんですか？そうですね、ジムも一応あの入ってますし、あとエステ人に触れられるのはすごい好きなので、なんでメンテナンスの日と決めて、なんかあの新しいものができたって言ったら挑戦しに行ったりはします。そんな田丸さんのために話題沸騰、最新エクササイズをかき集めてまいりました。それではまず一つ目から見てみましょう。こちらです。じゃん。わあ、どんな愛用。すげえ。これだけで興味ある。すごい。マドンナさんが愛用しているのはこちらで、パワープレート。何ですかこれ。足元のプレートが毎秒最大50回振動、上に乗るだけで筋肉の収縮が活性化し血行を促進させるというフィットネスマシン。何でも10分間の使用で1時間分の運動量に相当するとか。本当かいな。これはすげえな。乗ってるだけでマドンナみたいな体になっちゃうわけ。なります。はい、すごい。乗ってみたいんですけどいいですか。すごい乗る気だな。いやきつそう。これで振動きたらきつそう。来てます？なんて表現していいかわからない状態ですが。何？どういうことですか？新幹線の中でトイレしてる感じ？やめなさい。なんで？ちょっと言い換えて言い換えて。全然揺れが見えないですね、見た目だと。これでどう？わあ、そんな揺れてんの？ペットボトル面白いな。こんな揺れてるよ。今だと900回筋肉動かしたことになります。なので900回スクワットをやった状態です。そんな運動量なんだ。そんなに体には負担にならない。負担にならないです。あの関節をそんなに動かさないので、むしろあのリハビリなんかでも使われてます、はい、続いて腹筋のシェイプアップ。足を上げた状態で乗ると振動が腹筋を刺激し腹筋が引き締まるんだそうだ。相場には最大振動でチャレンジしてもらうぞ。痛い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 止めろよ。やばい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 、ほんとにそろそろ、そろそろ部屋が出てる。もう大体さんでゆっくりこう動いていただきたい。痛い痛い痛い、ほんとに痛い。なんでなんで、ちょっと起きよう。収まった。なんか出そうになる何かが。やってる時に出そうになって、終わると収まる。さあ続いてはこちらです。よ、小顔美人になれるね。その名もリフティングフェイスヨガ。何それ。
ヨガのポーズと顔の運動を同時に行うリフティングフェイスヨガ。体全体の血行を促進しながら顔の表情筋に刺激を与えることでお肌の細胞が活性化。何でも健康維持し同時に小顔美人になれるらしいぞ。さあみんなでやってみよう。一番最初のポーズなんですが、椅子のポーズで圧巻でというポーズをやります。でこれどういうことかというと、まあ、椅子のポーズは下半身をキュッとこうシェイプしていくと、はい、ももですね、もものあたり、お尻、はい、で圧巻べのポーズで毒素、顔の毒素を体の毒素を一気にこう外に出してあげる。お酒飲んだ後なんかとってもいいですよ。じゃあちょっとまずやってみますね。椅子のポーズですね。ビカと平行、はい、手でこのまま鼻から息を吸って、本当先生、ちょっと一回止めましょう。ちょっと一回止めます。先生嘘でしょこれ。本当本当なんですよ。これするとどうなるんですか。これをするとだから二日酔いに効くと。はい、やってみましょうか。まあまあまあ、そのポーズは分かるんですけど、圧巻で効くのかな。圧巻で分かんないし、大体あの目の玉を上にやる理由は何ですか。目の玉を上にやると、上に行くことと下に行くことでこう両方に引っ張られるということですね。ああ、そんなところで引っ張るんですね。ポイントは、声を出す。これですね。はい、じゃあやりましょう。まずですね、はい、床と平行に、はい、このまま上半身をぐーっと落とす空気椅子ですね。はい、スノーポーズ、息止めないで。はい、ここで目線上、ぐーっと目線上、はい、そのまま鼻から息を吸って、はい、舌を一気に出す、音出して舌を出す、舌を出す、はい、出す、出す、出す、もっと長く、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 長くリーダー、もっと長く、長く、はい、はい。これね、なんかすごい恥ずかしめられてる気持ちが。恥ずかしがらないと。あ、恥ずかしがらないで堂々と。でこれは恥ずかしいですよ。いやいやいや、だから人前でやらないと。すごいテレビだよ。すごいテレビですよ、これ。いいですか。次のポーズ行きましょう。はい、じゃあ次のポーズですね。先生、タイトルからお願いします。お牛のポーズでムンクの叫びという。いいですね。何ですかそれ。はい、お手本見せますね。はい、これ効果なんですけど、まあ、お牛のポーズっていうのはこの横をシェイプしていきます。でこう非常にカービィな体を作るんですけれども、ムンクの叫び、これは顔すべてに効く、むくみに非常に効くやあのポーズなんですが、まず体ですね、一直線、はい、後ろで腕を組み、そのまま鼻から息を吸い、先生テレビ出てますよ先生。先生やめよう。はい、気持ちいいですよ。やってみましょう。はい、はい、やりましょうか。はい、やりますよ皆さん。はい、やりましょう。はい、行きます。まず右足前行きましょう。右足前、はい、左足が後ろ、はい、骨盤キュッと前に出して、はい、後ろで耳の後ろで手をグーッと組む。こうか。はい、いいですね。この横がシェイプ、はい、ここですね。はい、じゃあそのまま鼻から息を吸って、はい、前足をグーッと曲げる、曲げる、曲げる、はい、曲げて、はい、この時に目線が上、またか、はい、目線が上、はい、鼻の下伸ばして、口が尾の形、はい、もっともっと思い切って、思い切って、思い切って、松本いいですね、いいですね。はい、皆さんどうしてください、やってください。いいですか。はい、止めないで、はい、そのままもっともっと鼻伸ばして、あ、リーダーすごくいいかもしれない。はい、はい、桜さんいいですね。はい、ということです。いかがでした。最後でした。さあ続いてこちらです。テンション上げ上げ。すごいね、まだ行く、まだ行きますよ。もう上がったよテンション。このあたり不安になってきてるんですけど大丈夫ですか。ここよりもっと上がりますから。もっと上がってるんですよね。大丈夫です。笑い力エクササイズ。怪しい匂い、怪しい匂いがしてきた。怪しい匂いこれ。ストレスを喜びに変え、笑いに溢れた人生を送る能力を身につけるために開発されたエクササイズです。まあ、それできたらすごいですよね。そうです。ストレスが笑いに変われば。笑うことでストレスを発散させ、さらに免疫力が上がり、心身のコンディションを同時に整えるエクササイズらしいが、あの先生伺いたいんですけど、はい、その T シャツどこで買ったんですか。これはあの作った特注です。あ、はい、特注なんですね、はい、ありがとうございます。ワッハの神です。あ、神様なんです。おい、おい、他にも始まってるんだよ。
ださいすいません、すいません、すいません。じゃ先生、はい、早速ですけどよろしくお願いします。はい、それではですね、最初にあの家機構というのをやります。何ですか？家機構、家機構です。家機構、気合い入れる機構ですね。ああ、はい、気合い入れましょう、入れましょう。はい、いきます。嘘だよ先生、ごめんなさい、ちょっとうまく見れなかった、もう一回いいですか？ごめんなさい。先生、はい、質問があります。はい、何でしょう？これにはどういう効果があるんですか？これ全身で笑うために、まず気力を重視させるということで、ちょっと恥ずかしいですからね、恥ずかしさを吹き飛ばすと、そういう意味です。ウォーミングアップということですね。はい、そうです。なんか今回メンタル的に必要なことが多くないですか？まず一歩前出します。どちらの足でも結構です。はい、そして、肘をこうぐーっと腰のところ絞っていきます。そして、重させて、そして腰のバネね、腰のバネを利用して、はい、そして力強く一歩前に。この後さらにアゲアゲなエクササイズに挑戦。続いてね、気持ちを要求するですね、手足のアハー体操というのいきます。アハー体操、アハー体操、いきますよ。はい、あがあってやってるんです、ね、ですよね。ちょっと意味を説明してもらってもいいですか？手足をね、揺することで全身の血行が良くなるんですね。で、アッハッハの発声っていうのは気持ちが開くんですよ。それどんどん陽気になってくる。それで笑い準備ができます。はい、3人ずつやりましょうか。はい、あ、そうしますか。絶対そうなの。じゃあ、はい、いきます。なんか絶対僕ら滑ってるよ。はい、足の方も教えてあげてください。足ですか？じゃあ僕ら足はそっちやってください。足やってくださいよ。ポイントはですね、これはね、おしっこを我慢してる時に聞いてで、あーってやつ、あーそしてトイレに駆け込んだらですね、行列ができてたと。で、時短だ踏んで、はっ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 全然笑えないです。状況的には全然笑えない状況です。はい、なるほど。この終わった後の寂しさは何なんだろう。見てる方は心底笑える。でもね、結構やってても楽しい。この後みんなでワッハッハ。今週の優等生はサンマとオレンジの炊き込みご飯を提出してくれたお祭り男さんに決定。番組では船越英一郎さんが昨日の夜何してたのイメージ宿題を大募集。うー